両山県は中華人民共和国三等省、最年市に位置する県。全211年、新朝は、節分ス省県、長県及び東軍半県の管轄地域であった。前館では、東軍半県、ス省、樹領の三県及び、南東部は、東鳴国東鳴陸県。五館では、東軍半県、東鳴国の寿葵萩県、ス省県。 三国時代では、東なる郡藩県、とぶきば張、東なる陸の四県の管轄とされた。南北朝時代になると、東なる郡の須将、樹将、平陸、藩県。北義がこの地を支配すると、きば張、県、藩県が、北西の時代にはきば張県は、須将県に編入されている。589年、隋朝により、西北軍。 ことぶきバリ県及び、東鳴軍主グンス省県、ダイラリ陸県がこの地に置かれた。621年、当庁が、ことぶき州を新設、下部に、ことぶきバリ樹領の2県を設置したが翌年には、ことぶき州は廃止され、樹領県はことぶきバリ県に統合され、五代十国時代まで損用、されている。北総以降は、州に、ナル府と改省の下の主城とは、 州中途、寿葵針の四県、現代は、東なる路ことぶき針、上および最年路城の四県。秋代は、遠州府東なる州のこと寿葵針、上、東は、城の四県。新代は、遠州府上屋方、寿葵針県および、大安府東なる州の東和県、総州府の条件の管轄とされた。1913年、府州制の廃止に伴う、地方行政改革により、 県南地域は、条県、上屋形、北西部はきばり県、東部は、東なる県の管轄区域となった。日中戦争中、1940年8月、中国共産党ロニ西区党委員会は、公日拠点として設置した、とは、洋国、きばり、上、上、東なるの6県政府を統合し、混産実験区を、設置、1941年には、 高日民主政府として、混産権が設置された。1949年8月には新設された、平原省の所管とされると同時に、量山権と解消されている。1952年10月の平原省の廃止と、共に、山東省に移管、沢船区の管轄とされた。1958年10月に、西年船区。 1959年6月に再び、沢千区に移管され、1990年1月以降は、最年始の所管となり、現在に至る。カブニ二階堂重鎮、二郷を管轄する。両山ではかつて、黄河が氾濫して形成された、小宅地が広がっていた。この小宅地は近くにある山、両山にちなんで両山博と呼ばれた。 水古伝はこの小待地を主な舞台としている。ありがとうございます。